浜辺美波8月29日隊は日本の女優。愛称はベイヤン、ミチャン、石川県出身。東方芸能を所属。堀越高等学校卒業。2011年第7回東方シンデレラオーディションに応募ニュージェネレーション賞を受賞し芸能界入り。東方芸能のシンデレラルーム所属となる。同年公開の映画、アリと恋文主演で女優デビュー。 2015年5月25日にファースト写真集、瞬間を発売。同年9月21日放送のスペシャルドラマ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。の本間明誉を演じて注目される。2016年、小林立の人気麻雀漫画、さき、さきマイナスの実写ドラマ化作品で主人公を演じてテレビドラマに初主演した。2017年、 隅の夜のベストセラー小説、君の水蔵を食べたいの実写映画で主人公を演じたことが話題になる。同作で第42回放置映画賞新人賞、第30回日刊スポーツ映画大賞新人賞、第41回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。2018年1月、川本穂村の漫画を原作とする、駆けぐるいのテレビドラマ版で主演を務める。 同年4月1日、自身のツイッターの公式アカウントを開設した。同年7月2日、公式サイト、浜辺南オフィシャルサイトを開設する。同年10月、ラジオの初レギュラー番組となる、日本放送、浜辺南真夜中のシンデレラが開始。同年12月、高校卒業後は、大学進学をせずに、女優業に専念する意向を表明。2019年2月、 堀越高等学校を卒業。同年5月、主演を務める、駆け狂いの劇場版が公開された。2020年8月、私たちはどうかしているで、ね、横浜流星と共に、W 主演を務める。2021年2月、第45回エランドール賞新人賞を受賞。8月29日に20歳の節目の年を記念した、写真集。 20を10月27日に発売することを発表した。目標とする俳優に高島正宏正信兄弟を挙げる。憧れの女優として司陽子を挙げている。2019年春のインタビューで私にとって女優は人生をかけるに値する職業だと思っているのでずっと続けていきたい。新しい世界に飛び込む怖さや不安に関しては2016年に 上京した時の方が強かった、とにかく女優を続けていくこと。自分に素直にもっと感受性豊かに、いろいろな影響を受けながら、役に寄り添える、羨ましいとか、そういった劣等感が原動力になっていると思います、と述べている。また、掛け狂いで主演を務めたことで、特に性格面で楽しいお表情に出せるようになり、た作品の現場でも、 明るくなったと言われるようになったことを述べている。芸名のような本名を持つ芸能人の一人として挙げられる。本人はこの名前について2018年10月のイベントでなかなか海っぽい、夏っぽい名前です。本名にするか芸名にするかの選択肢があったんですけど、父がつけてくれた名前ですごく自分でも気に入っていたので、ぜひこのままでと言わせていただいた今もすごく。 気に入ってますと述べている。南の名は、タッチのヒロイン、朝倉南に由来する。本人のオスニックネームは、ベイアン。東方シンデレラオーディション応募当時の志望は、女優ではなく司会であった。小さな頃は、お手玉が好きだったので、シルク・ドゥ・ソレイユにも憧れていたという。自身の性格について、2019年春のインタビューで、決断は早いけど一度決めてしまうとなかなか。 譲らないので、頑固な性格だと思いますと述べている。天然キャラの一面もあり、2019年5月公開の映画、掛け狂いの公開書日舞台挨拶では、登壇の際に予定していた通路とは異なる場所を、うっかり歩いてしまったことが話題になった。本人曰く、自身のチャームポイントは、顔にあまり特徴がないことであるという。また、折に触れて、 透明感の持ち主と評価される。趣味として読書を挙げている。宮部みゆきのミステリー小説や東野圭吾の作品。ハリーポッターシリーズ、少年漫画、少女漫画をよく読んでいる。芸能界で、親しい人物に、橋本環奈、池田エライザ、河江里奈、森川葵、岡本夏美、福原遥か、大友花恋、福本莉子らがいる。また、ユーチューバーコンビ。 パパラピーズの人人、田中がとも信仰深い。運動が大の苦手であったが、映画、アジンで共演した、川ワエ奈らのアクションに刺激を受け、運動の習慣をつけるようになったという。出身地、石川県における、皇室修辞特選賞の受賞歴がある。中学時代は吹奏楽部でフルートを担当していた。出身地、石川県の好きな郷土料理として、 マダラの卵の煮付けをあげている。また、金沢で好きな場所は、金沢21世紀美術館をあげている。SNS が苦手で、2016年3月に開設したブログを2年以上更新していない状態であった。そのため、2018年4月に開設したツイッターの公式アカウントは、マネージャーとの共同管理としている。2020年3月には、 フォロワー数が100万人を突破した。同年6月、自身とスタッフによるインスタグラム公式アカウントを開設。こちらも同年8月にフォロワー数が100万人を突破した。弟の影響で仮面ライダーシリーズが好きであり、好きな仮面ライダーは仮面ライダーウィザードである。2021年2月、初めて花粉症を発症。ありがとうございます。